正直言ってその部分が一番ネックでありますんで、まあ、そういうような曲を勝手に使っていいのかな、流していいのかなという部分はあったんで、まあ、個人撮影してきたわけでありますが、実際あの那須塩原市でも作る段階でそれが一番問題にしたようであります。そしてメールを流したらどうぞご自由に使ってくださいということであるそうです。ですから当然その AKB48 のそのメンバー を使うのはダメですけど、音楽を だけを使って自分たちの街を世界中に PR してするのには自由にいいですよというふうなことであります。まあ、私はちょっと逆にちょっと拍子抜けした部分はあるんですが、ああなるほどなという部分になる。作り方、そしてまたその先ほども言いました著作権の問題、テクニックも含めて全てあの担当職員といいますか、作った職員との方といろいろお話ししましたけども、まあ一言で言えば、あ簡単にできるんだなと思いました。そんな難しいもんじゃないなと思って、まあ正直言って開始してすぐ作っちゃうかなと思ったんですが、やっぱりこういうようなものは私が作るんじゃなくて市がやっぱり作って世界に発信する、そして市長、副市長、そんで職員の多くがああいうような形でイエイエイエイなんて感じでね、やっぱり参加して PR する、まあ、私がやるよりやっぱりその市長を含めた執行部がやるのがこれはベストなんじゃないかなと思いましたんで、まあ、私ちょっと作るのやめてまず一般質問させてもらうと、でまたまず答弁を聞いてからその先を考えようというような形で今日質問させていただいておりますので、まあ、どういうような答弁いただけるのかお考えできればと思っております。6名といたしまして、公衆無線 LAN、Wi-Fi の導入についてであります。まあ、この点については、先ほど那須塩原市に視察行ってきたと言いました。この件についても私、視察させていただきました。それはですね、那須塩原市では全国で初めての災害用 Wi-Fi の自動販売機設置してあるんですよ、庁舎の中に。まあ、それも含めてちょっと視察させて、まあ、ちょっと分かりにくいかなと思いますが、まあ、単純に言えば、昔はインターネットするときには電話回線がないとできませんでした。まあ、私も20年以上前からインターネットやったときにはモデムがあってやったんですが、今はそうじゃなくてルーターを使って線を使わないでインターネットができる、そしてまた高速にできるというような今時代に来ております。まあ、本当にそういうような時代でありますので、そういうようなものはやっぱりこう先進的にやっぱり自治体でやっぱり採用するべきであるし、やっぱり使うべきなのかなと思っております。で実際に庁舎の中に行っていろいろ話聞かせていただきましたが、やっぱり1回も2回も3カ所にその Wi-Fi のスポットを置いてありました。でその理由にはやっぱり災害用もありますし、まあ、この次のところにもちょっと質問にも入れてあるんですが、そのタブレットも使いたいというふうなこともあるんで、まあ、そういうのはやっぱり装備していかないと何か緊急性があったときにやっぱりそういうようなものが対応できないんじゃないか、そうして常にそういうようなものを作っておけば災害があったときにすぐに連動してそういうふうにできるんじゃないか、普段使わないでその緊急の時だけ使うとなかなかうまく使えないと、だったら普段からそういうようなものを常に使って、そしてそういうようなものをしていこうと、そしてまたある程度那須塩原市さんにもそれなりの外国人が住んでいますので、やっぱりそういうようなもので、やっぱり次のちょっと質問とかぶるんですが、そういうような時に対応できるんじゃないかなというふうなことで考えたそうであります。そしてその中で、停電の通信手段とかそういうのも含めてどうにしようというふうなことでありました。実際この前もちょっと職員と接見した時お話したんですが、今国会は臨時国会を行われておりますが、その中にですね、この災害用、そしてまた2020年のオリンピックを踏まえて Wi-Fi のこのステーション設備に対してものすごく金額はちょっとどれ見ても載ってないんですが、膨大な金額の補正予算が組まれているんです。それはやはり先ほど言いましたように今後もどのような大きな災害が来るか分からない、その時にどういう対応していいか分からない、その時に一番やっぱり最初に必要なのは通信網ですよね。やっぱりそういうようなもの、そしてまたソーラーパネルを使ったりした太陽電池等を使ったやっぱりそういうようなものをきちんと整備しておかないと何かあったら大変だろうということで、今回の補正予算が組まれているわけであります。まあ、当然それだけそういうふうな補正予算関係なしにしても、もうかしとしてもあれだけの大きな災害があったわけでありますので、そういうふうなものを今からきちんと構築していく必要があるのかなと思っております。まあ、当然先ほど言いましたように今国会でまだ成立はしてないんですが、やっぱりそういうものをうまくこう活用してやっぱりやっていく必要性があるのかなと思いますので、その辺も含めて、市としてどのように考えているのかお伺いをできればと思っております。最後、先ほどもちょっと触れてましたがタブレットの導入についてお伺いをします。まあ、皆さんも使っている方が多いと思いますが、
私もこういうような形で、もうこれないと私も生活できないくらい、ものすごく便利に使わせていただいています。まあ、これはマウスも、そしてキーボードもなくて、指先だけでインターネットができたり、情報交換できたり、写真撮ったり、動画を撮ったり、何でもできるわけであります。まあ、そういうようなものをやっぱり学校現場、そしてまたこの庁舎内でも使えるようにするのがいいのかなというような部分で質問させていただきたいと思います。これは遡ること4年になりますが、佐賀県の武雄市で、モデル校を選定して、一人一台のタブレットで始まったのがスタートであります。まあ、それから飛び火したとしたらちょっと言葉悪いんですが、こんな先進的な素晴らしいものがあるのかなということで、日本全国の自治体で進んでいるわけであります。まあ、実際調べてみますと、まあ、栃木県内でも新年度含めまして、那須塩原市、大田原市、宇都宮市が導入するわけであります。この ICT 情報通信技術を使うことによってどういうことができるかと言いますと、やはり何といっても反転事業ができるということであります。まあ、ちょっと聞き慣れないかもしれないので、ちょっと説明します。反転事業というのは、まず教員が授業の内容を動画で撮ります。そんで動画の内容をこのタブレットの中に入れます。そして子どもは自宅に持ち帰って、それを見て反復学習するわけです。そして自分はこう思う、こういう答えじゃないかなというのも自分で自宅で学習する。そしてまた学校に持ってくる。そしてグループごとに教室でいろいろ討論する。そしてまたそれを自宅に持って帰ったりして授業の中で復習する。同じ内容を何回もやると。そして当然この中に残っているから、何回でも勉強できるんですというようなことを、先ほども言いましたように佐賀県の武雄市をはじめ、やっぱり日本全国の自治体でやっぱりそういうことを始めようと。やっぱりこういうのは、もう今の時代からすると、こう先進地中が逆にその当たり前になりつつある、その事業体験なのかなと思っております。まあ、そういうような部分で、まあ、昔でももうこういうものを導入して、子どもたちのその学習の一つのきっかけ、そしてまた本当に先ほども言いましたように、反転事業もできますし、その他には、これ写真、先ほど言いましたように、写真機能で映像を撮ることもできますんで、授業をパチッと撮って、先生が書いたやつ、パチッと撮って、自宅でそれを学習することができるわけです。普通は授業終わると先生消しちゃって、そんで終わりですけども、これでパチッと撮れば、打ち替えて見ることができるわけです。まあ、そういうこともできるわけであります。その他には読み上げ機構、ちょっと何回もこうできるんで、学習障害児の方にも、やっぱりものすごくやっぱり利便性が高い。ものすごく使いやすいというようなことであります。そしてまた2件目として、各課に設置したらどうなのかなというようなことでありますが、まあ、先ほども那須塩原市視察行ってきたと言いましたが、那須塩原市では6台のこのタブレットを置いてありました。まあ、何使ってるんですかとしたら、やっぱり外国人の方がやっぱり言葉がうまく通じないというようなことであります。まあ、当然文科省さんは一番県内で外国人多いんだからやってんでしょうって言われましたけど、まあ、実際まだやってないんですよということで、まあ、今回質問させていただきます。ほんでどういうことに一番使うかって言いますと、ある程度言葉ができる人が来て、ある程度もしかしたら全然できない人が各課に行って、やり取りは情報はできるんですが、やはり言葉は喋ることはできるんだけど、書いたりはやっぱりできないんですよね、日本はね。そういう時に役所の中のいろんな書類ありますよね。それを各国ごとに全てこの中に入れてたんです。だから極端に中国の人だったら中国、ブラジルの人はブラジルのその母国語、ポルトガル語とか、その書式、戸籍だ、出生届だというやつをこういうふうにしてやるんですよっていうのをこの中に全部入れたんです。ほんで各課に置いてあるんですよ。あ、なるほどなと言いました。まあ、昔はある程度安全安心課のに2人の方がいるんで、ある程度やり取りはできると思うんですが、那須塩原市も本当に、あ、なるほどなと思ったのは、じゃあ実際本当に言葉やり取りできても、役所の書類は実際書けないんですよね、聞いてみるとね。おそらく文科もちょっとそういうようなパターンが多いのかなと思います。言葉でやり取りして、ああだこうだってできるけど、じゃあ正式なその役所の文書を、その母国語じゃなくて、日本語でやったりするときには、ちょっと難しいのかなと思いますし、その書式そのものも言葉でやっても、なかなかそれ通用しない。しかしながら、先ほど言いました那須塩原市は、その各国の言葉で、ちゃんとこの書式はこう言って書くんですよって、この中に全部入れたんですね。だから、これがやっぱり、こう、
基本というか理想的なのかなというふうな感じがしておりましたので、まあ、儲かしでもしたらいいのかなと思っております。最後3件目でありますが、講習会の実施できないかということでありますが、今情報センターの3階ではワードエクセルの講習会やっております。まあ、本当にもう最初のこの講習会からすると5年10年経ってますので、もう受講生も本当にいないと思います。まあ、今の時代はやっぱりこれをやっぱり使いたいという、 こう高齢者の方も多いんですね。しかしながらどこも教えてくれるところない、だったらやっぱり市の情報センター、市でやってもらえないかなというふうな声が多いんですね。まあ、本当にこれを使いこなすことができるようになれば、まあ、携帯も本当にガラケーじゃなくてスマートフォンを持つ方もだんだん増えてきてますんで、やっぱりそういうようなところもスッと入れるのかなという部分はありますんで、まあ、そういうことも含めてこれからパソコン の、 その 今言いましたワードエクセルの講習会も大切なんですが、やっぱりこういうふうな講習会をして身近に接してもらう、そしてまたこういうでインターネットでも何でもできるわけですから、その中で市の情報、市のホームページを見ていただいたり、いろいろ情報交換したりすると、そういうこともできるのがこの魔法の機会なのかなと私は思っているんですが、こんな便利なものをもっともっと使わないといけないなと思っておりますので、その点も含めて執行部の考え方を聞かせていただければと思います。以上で質問を終わります。ありがとうございます。佐藤議員の一般質問に対し答弁を求めます。井田市長。佐藤議員の一般質問にお答えいたします。なお自転車の安全対策については市民生活部長をして、施設の対応について恋するフォーチュンクッキー儲かバージョンの政策について、公衆 LAN、Wi-Fi の導入について、タブレットの導入についてのうち、各階の設置について、および講習会の実施については、総務部長として、それぞれ答弁をいたさせます。私からは、婚姻歴のない一人親に対する核控除のみなし適用についてでありますが、核控除は、婚姻歴のある一人親が所得税法上の核に当たる場合に受けられる所得控除であります。控除できる金額は一般家父は27万円、特定の家父に該当する場合は35万円となっております。婚姻歴のない一人親は、この控除の適用を受けられないため、本人の税額をもとに料金を算定する保育料や、控除後の所得額をもとに算定する市営住宅の家賃については、各控除のあるなしで料金の差が生じてしまう場合があります。なお本市では一人親家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、児童扶養手当の支給や医療費の助成を行っておりますが、これらは婚姻によらないで父または母となった者およびその子も支給の対象となっております。また保育料についても、前年度の市民税非課税世帯のうち一人親家庭に対しては保育料を無料とする扱いとして経済的支援に努めておるところでもございます。まあ、こうしたことから、保育料および市営住宅の家賃に対する核控除のみなし適用につきましては、現時点では税法改正の動向を見守りたいと考えております。以上、お答えいたします。社会教育庁。佐藤議員の一般質問について順次お答えいたします。まず色覚検査についてでありますが、学校における色覚検査は昭和33年に学校保健法により健康診断が義務化され、同施行規則に色覚検査も必須の検査になっていたことから、小学1年、小学4年、中学1年、高校1年を対象に実施し、平成6年からは小学4年のみ対象となり実施しておりました。その後、平成14年3月に学校保健法施行規則が改正され、必須検査項目から色覚検査が削除されたことにより、本市小中学校での一斉検査は平成15年度から実施しておりません。
色覚検査を実施しなくなった理由についてでありますが、色覚については個人差があり生活に支障がない人が多いことや、全員を対象として検査することについては社会的差別にもつながりかねないということが主な理由であります。次に、将来の職業選択に必要な場合が多いため、希望者への検査はできないかについてでありますが、本市教育委員会におきましては、保護者等から個別に色覚検査の希望や相談があれば、養護教諭により検査を行うことができますし、さらに必要に応じて専門医への受診を進めることになっております。次に、赤と緑、茶が同じように見えてしまい、特に赤のチョークが見えづらく配慮しているのかについてでありますが、本市では養護教諭が文部科学省の色覚にかかる指導資料に基づき、例えば板書については黒板の明るさが均一になるよう照明を工夫する、白と黄色のチョークを主体に使う